スロープを下った先は波打ち際。バリアフリーの海水浴場として整備されたマリンパーク根津ヶ関です。ここで障害のある人も参加して海を楽しむイベントが開かれました。このイベントは日本財団の協力のもと、なかなか海まで来ることができない体の不自由な大人も子どもも思い切りマリンアクティビティを楽しんでもらおうと開かれました。車椅子で来たの初めてなのですごい楽しみです。ワクワクします。よいしょ。車椅子のままでも乗れるビッグサップで冒険のスタート。最高、最高です。いや、何十年ぶりだ。何十年ぶり気がして初めて。あ、そうですね。ちょっぴり不安はあるけれど、スタッフがサポートをしてくれるので安心。久しぶりの海水浴を楽しみます。最高ですね。車椅子になって35年になるんですけど、初めてこんな体験してよかった、してよかった。すごい楽しかった。いや、車椅子でも海に来れるんだなって思って、すごいありがたいし貴重な体験でした。思い思いに海を楽しんだ夏の思い出です。いや、最高だね。気分も最高。海と日本。動画いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。